エドックスクラスワンデイデイト、クロノオフショア、スタイリッシュなメンズスポーツモデル、ボックスとギャランティ付属。自動巻きカレンダーのクイックチェンジ付き、ハック秒規制機能付き、サファイアクリスタルガラス風防、素材はステンレススチール、50気圧 500m 防水モデルです。サイズ、ラグ幅 26mm、ケース径は約 46mm、リューズ含まず。縦、ラグ端からラグ端まで約 51mm、厚さ約 17mm のメンズサイズです。操作、スクリューリューズ、手巻きもできます。ローターの巻き上げ感も非常に軽快で、精度も問題ありません。日差、タイムグラファー計測でプラスマイナス30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。エドックス、1884年創業の老舗、エドックス。スイスの有能な時計技師であったクリスチャン・デュフリー・フルーリーが妻に贈った懐中時計は、とても素晴らしいもので、その出来栄えに感動した妻の助言から、自分の時計製造会社を設立することを決意。古代ギリシャ語で、時間を意味するエドックスと名付けました。彼の没後も
優秀な時計職人たちによってハイスペックのモデルを数多く輩出しているブランドです。このモデルはメンズのクラス1、クロノオフショア。クロノグラフ機構を搭載し、デイレート機能も有するスポーツユーティリティモデルです。ミドルケースは肉厚の SS ケースです。ホワイトカラーのベゼルとステンレスの光沢が程よくマッチしています。ダイヤルはスタイリッシュなアイボリーカラー。都会的で高級感のある文字盤です。インデックスは幅広のアップライドバトン。ハンドは夜光ドルフィンです。視認性もよくスタイリッシュなフェースです。ダイヤル3時にデイと曜日窓があります。ベルトはホワイトラバー、SS カンノンバックルです。重厚な作りと程よい重量感、オンオフ問わず使える実用性の高い時計です。商談やデートなど、ここ一番の大切なシーンで、大人のダンディズムを演出してくれることと思います。外観、ダイヤルは目立つダメージなどもなくグッドコンディションです。ケース、裏蓋は、
微細なすれ程度で微品です。サファイアガラスに目立つ傷等はありません。ブレスレット、ホワイトラバータイプです。付属品、内箱、外箱、取扱説明書、ギャランティカードです。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティーウォッチマンがお送りしました。